はい、ではまずどら焼き生地の材料ですね、上白糖、重曹、まあ、これは後で一緒にしてふるいます。それから薄力粉、米粉はね、なくても薄力粉に置き換えることができます。これも一緒にしておきます。そして卵2個ですね。あとお水ですね、これ半分今回は お酒にしましたけど、お酒、まあ、なかったらお水でもいいですよね。あと蜂蜜です。まあ、そしてあんこですね、まあ、今回は粒あんにしましたけれども、まあ、こしあんでも何でも結構ですね。はい、そして、道具ですね、道具、ボールですね、ボール、そしてこれサラダ油、そしてこれサラダ油敷く布ですね、これフライ返し、フライ返しの代わりカナベラ使ってます。そしてホイッパー、そしてお玉ですね、お玉ですくって流します。それから、このフライパンですね、フライパンと、まあ、コンロですね。それではね、実際に作っていきたいと思います。上白糖、重曹という袋があるので、次に蜂蜜を入れます。はい、次に卵ですね、卵をこれね、1個ずつ入れます。この蜂蜜がないところにね、出します。1個入れたらね、その都度こうホイッパーでかき回します。一緒に混ぜます。混ざったらもう1個のね、卵、はい、そしたら、まあ、お水を入れます。今回日本酒ですね、半分が日本酒、半分が水、そして混ぜます。そして薄力粉と米粉を混ぜます。はい、これで OK ですね。はい、次にコンロに火をつけますね。弱火でいいです。弱火で熱します。で、温まってきたらサラダ油を敷きます。ちょっと水を垂らして、こんな音がしたら、ちょっとジュジュっていう音がしたら適温なんですよね。じゃあ生地を焼いていきます。はい、じゃあ生地を流します。はい、ボツボツがたくさん出てきたのでひっくり返します。裏面はね、あっさり焼けばいいですよね。これはまあ、フライ返しでまたこう取ればいいですね。はい、今回は11組どら焼きできました。まあ、もうちょっとちっちゃく作ればね、12個できると思います。ではこの生地が焼き上がったら、こうやって、今度あんこを挟んでいきますね。このような感じで蓋をして、あとはこのビニールに入れて、こんな感じですね。そして、この紙袋に、まあ、3つか4つかこう入れて、お裾分けもできます。ということで、ぜひ作ってみてください。ありがとうございました。